おいす、こんにちは、アメです。今回はキャプテンマーベルテンプレ編成のご紹介になります。はい、前回ね、動画で裏強調チャレンジですね、使わせていただいて、まあ最強復活と、まあこれは本当に最強復活、既存のキャラクターでリーダーとしてここまでちゃんと強くなってるキャラクターってまあ結構珍しいんじゃないかなっていうレベルの強さですね。シャナとかさ、新キャラミがポッと出てきてね、あの環境的にうわー強えってなるのはまだわかるんですけど、あの旧キャラがね、もともと最強だったのがまた現環境でも最強になるっていうのはなかなか珍しいかな。しかも交換可能っていうのがすごいよね。はい、っていう感じになっております。で、今週はですね、多分一個一個ね、強そうなリーダーのテンプレ編成動画を出していくような形を取ろうかなと思っております。その他ちょっと解説もできそうなキャラクターがいれば、そちらもね、まあなんか紹介できたらいいかなみたいな感じですね。はい、ということで、キャプテンマーベル性能バインド封印指プラスキブ2個10強3つの光コンボ強化プラス23ターン変身で両端生成変身ですね。変身後バインド封印指プラの10強3つの冬持ち光コンボ強化4つで、結構ステも上がってて HP も1万とかあるんですけど、スキル2ターンで1ターンの間操作時間的解読性 1.5 倍のエハンス、ロック解除がつきまして闇とかその他も邪魔なドロップは全部光にするよといった感じになっております。リーダースキルは光の2コンボでダメージを軽減して攻撃が10倍の4加3の固定ダメージがつきました。で、光属性全パラメータ3倍で耐久力もありながら火力倍率も高くて、なおかつコンボ加算も多くて固定ダメージも自分で持ってるよと、まあいろんな相方組めるよねって感じかな。はい、そんな感じになっております。はい、ということでね、今回のテンプレ成功こちらになります。ドンと、はい、こんな感じで組んでみました。主にはまあ前回使った編成が結構ベースにはなっている、そこをさらに汎用性を高くしたよみたいな感じですかね。一応まあ僕はチャレダン14は絶対まあ楽にクリアできるぐらいの基準をとってますね。はい、試運転はその辺でやっておりますよと。で、まずはマーベル、キャプテンマーベルが遅延2個リダチェンで、上はファガン武器、まあこれは組み合わせさメインでファガン武器を採用しました。もう火力ね、武器最初火力武器つけようかなって思ったんですけど、なくても火力 高かったんでまあ別にええかみたいな、まあ200分の1とかね、その辺になってくるんだったら火力覚醒の武器とか使ってあげた方が強いんじゃないかなとは思うんですけど、とりあえずはまあこれでどうにでもなるでしょみたいな感じですね。はい、もし火力武器欲しい場合は、恐竜、ハロウィン恐竜武器とかが雲耐性でいいのと、まあ、ロザリンとかも7強と雲でいいですよねって感じかな。で、次が遅延4つの体力キラーは、まあ、無視してもらっていいです。全部遅延にしてもいいんですけど。で、プレーナーですね。これは十字消し、クレーン目覚め耐性どっかでつけたいなっていうので十字消し採用しております。で、続いてダブルマーベルですね。スキルプラス昇格性の上限解放させて遅延2個、副属性も光にすべくして光武器、まあ、初手のヘイストでも使っていけると。で、続いて、ラストオーダー。まあ、ここはですね、回復力エンハンスがね、前の編成とかだとないので、回復力のエンハンスできて、なおかつ覚醒無効解除できる枠欲しいなと。ホワイトベースでも組みやすいかなとも思ったんですが、まあ、どちらでもいいかなって感じですね。ホワイトベースにしてあげると、まあ、回復ドロキャもさらに漏れていっちゃいいのかなとも思ったりはしました。昇格性はスキルプラス、L 字があるのでアシスト無効潜在です。まあ、こいつね、ラストオーダー L 字めっちゃあるんで、アシスト無効にも強いと。上は入江かなたくんの武器で、操作耐性と3ターンヘイストっていうところで採用しております。で、続いてアグリゲートです。遅延はまあ全振りにしてます。こいつはまあルーレットでね、回復とかを取り出す役って感じかな。上は飛空艇ですね。これ泥鏡前職持ってますよと。で、フレンド枠はウォーリアオブライトです。やっぱ今相方として強い。まあもちろんね、ウォーリアオブライト持ってるんならこっちをリーダーにした方がいいかなと思ったりするね。マーベル遅延食らっちゃうとあれなんで。で、上はミリー武器でさらに回復力を安定させてるような感じですね。で、この編成は合計スキブが24個になっておりまして、初手からマーベル変身することができます。変身後に関しては光の武器を打って、その後がそこでアグリゲートが溜まるのかな、アグリゲートが溜まってアグリゲートが変身できるようになって、で、その上でラストオーダーの上の入江かなた君を打ってさらに3ターンヘイストで、ウォリアブライトも変身できるようになってて3ターンヘイストで、アグリゲートがさらに最終段階まで変身できるよみたいな、もう一気に1階層から、まあ、遅延が来るダンジョンではまたね、いろいろ遅延とか振り分けとか変わってくるかなと思うんですけども、一応何もないようなダンジョンからスタートするんであれば、初手からアグリゲートが最終段階まで変身していくような編成をコンセプトに、まあ、そんな感じで組んでおります。はい、ということでね、じゃあおすすめサブをね、最後に何体か紹介して終わりにしたいと思います。はい、今回もね、おすすめサブを結構多めに採用してみました。もちろんこの中の
キャラクターが全てではないのと、右側とかにね、役割ごとに分けて記載しておりますので、そちらにもね、ここで紹介してないようなキャラクターも入ってるかなと思いますので、もしね、ここで紹介してないキャラクターでこういうキャラも実は強いですよみたいな、そういうのいたらね、ぜひ教えてください。じゃあキャラクターも多いのでサクサクいきましょう。花嫁ゴーザンゼです。 L 字持ちやシステム高解除で、操作時間とかの回復、あと消せない解除もできますよと。主には副属性か主属性絶対光を持ってるようなキャラクターで条件は絞ってますね。で、続いてマルコですね。これもね、ちょっと候補としてどうしようかなって思ったね。学生無効解除できながらの回復力エンハンスできます。サブエンハンスもあるので、まあ、サブのマーベルとかの火力を取り戻すよとか、そういうのにも使えるよねって感じですかね。で、続いてセッカですね。軽減で、さらに耐久値を上げたい場合には強いかな。回復力とか操作時間の対策もできるので便利だと思います。続いてグレオンの水属性バージョンです。吸収無効と、あとまあ盤面対策って感じですかね。水光お邪魔ですが、まあ光お邪魔を光に変えてくれるので、水と光、まあ主に光多めの陣ができるんじゃないかなといった印象です。で、続いて予期日夏休みの方ですね。無効貫通と操作時間回復力エンハンスっていうところですね。汎用性の高めなやつと、あとまあ毒、あ、そういえばね、今回は毒のお邪魔耐性はあえて持ってないです、テンプレ編成に。まあ、花火とかが来ても一応アグリゲートのルーレットで分割できるかなっていう想定であるのと、まあ、主に毒とかお邪魔とか、むしろもらった方が光のドロップが供給できていいんじゃないかなって思って、今回はあえて暗闇耐性と雲と操作負荷だけ耐性を盛るようにしておりますので、そこら辺はご了承ください。盛りたい場合はね、毒とか武器とかこういうキャラクターとか入れてあげたらいいと思いますけどね。はい。で、続いてシアトですね。シアトは 2way で火力出せて相性いいかなって感じと、回復力エンハンスとね、これもね、覚醒無効解除できるので、これもいいよねって感じですね。で、アジャニですね。アジャニは敵属性変更と操作時間回復力、あとまあサブエンハンスもしてくれるので、その辺のデバフには強い。スキブも最大6も折れますし、なかなかいいですよね。で、ルシャナ。これはまあ誰でも手に入るよってキャラクターで、スキブは最大で、7個盛りにできますかね。回復エルジあるんで。エルジもあるので、攻撃の方の。その辺もアシスト向こうを返したりするのにいいと。あと、全ドロ強と回復力とか操作時間の対策もできて結構便利。で、アマテラスドラゴン。これは普通に使いますね。うん、基本的に覚醒無効解除枠はアマテラスドラゴンでいいとは思うんですけど、ダメージ半減とかがやっぱりいざという時に強いかなと。で、冬持ちにすればね、火力枠にもなることができるので、この辺は強いかなって感じですね。で、ウルバリン&マグニート、火力枠になりつつの、まあ、盤面対策ですかね。操作時間とかのエンハンスに関してはね、マーベルがやってくれるんです。仕事はちょっと被っちゃうところあるかもしれないけども、76にしますよっていうところで、もし盤面対策したい方はいいんじゃないでしょうかと。で、知らなき、これもいいよね。L 字持ってて覚醒無効解除ですね。これも最初採用しようかと思ったけど、ちょっと回復力エンハンスの方を取りましたね。はい。光も、生成してくれますし、L 字でアシスト無効解除としても強いし、HP も漏れるし、回復ドロキも漏れるので、これはね、めちゃくちゃやっぱり強いかなっていう印象です。で、続いて、エンジェル、夏休みですね。これは、ヘイストで変身すると、回復ドロキと L 字持ってて、で、あと、回復力エンハンスと陣打ってくれます。で、ちなみにこいつは、究極進化の形態でも結構良くて、耐性がお邪魔と毒、まあ、あえて持ってないんですけども、この辺を盛ることもできますよと。で、80% 軽減とか、回復力とか、操作時間の対策もできるような性能になっております。で、続いてハイデンですね。ダメージ 80% カット、いざという時の軽減と覚醒無効解除って感じですね。まあ、火力枠にもなれるかなって感じかな。うん、やっぱね、意外とウォリアーブライトの 2way の青天井倍率なんで、10強4つぐらい、まあ、3つだとちょっとしょぼいかな。4つぐらいあればね、結構火力が出ると思いますね。はい。で、続いて、セシリア花嫁ですね。変身後はキラーで火力を出していきますよ。キラーと、まあ、10強待って、冬待って。で、十字もあるので、暗闇目覚めの対策もできたり、ルーレットの、まあ、アグリゲート一緒に作るんだったら良くないかもしれないけど、ルーレット上書きとかね、あとは操作時間とかの回復もできますよと。で、続いて、月島花の原画版です。スキブは最大で9個盛りにできますので、スキブを盛るときにはいいかな。L 字もあって、アシスト無効も解除できて、こいつも回復力エンハンスできてね、6ターンで覚醒無効とかも解除できるので、この辺もね、結構いいかなと思った。もし黒メダルとかで交換してる方がいたら、いい枠になれるかもしれないですね。で、アマテラスは覚醒無効解除。こいつ1人出るだけで回復力がめちゃくちゃ漏れますよと。で、ユニコーンライダー。最近強化されてね、意外と、覚醒無効解除もできて、回復ドロキもこんだけ持ってるので、まあ、いい枠と言われればいい枠かもしれないですね。まあ、10強2つ 2A、あーでもそっか、冬ここに持たせるのか。10強2つ、あ、ここにある 2A プラスの冬持ちですね。意外と火力も出るんじゃないか、みたいな感じですね。うん。まあ、ウォリアオブライトが強いんで。
で、キヨですね。キヨドラゴンキラーでカレク出しますよ。無効貫通枠ですね。バトル6以降ですけど、無効貫通はできます。で、主にはまあ、でも無効貫通枠とかは、キャプテンマーベルとかこの辺がいいかなといった印象ですね。属性吸収もダメージ吸収もこいつのスキル一人で対応できますし、クライム対策もできるし、今ね、交換可能なので、このキャラクターはぜひね、もしキャプテンマーベル使う上でも、このダブルマーベルはやっぱり持っておきたいかなと思いますね。で、ユーナ、こちらは覚醒無効解除の回復ドルキを持ち、まあアマテラスドラゴンでいいって言われれば、まあ別にアマテラスドラゴンでいいんですけど、指はこっちの方がね、いっぱいあるよみたいなところはある。で、もう一体のこの進化後の方のユーナに関しては、耐性をね、一気に埋めることができますので、まあ耐性埋めとかね、したい方、いいキャラいないよって方は、こっちのユーナもありかもしれないですね。はい。で、インデックス、雑に耐性盛りたいとき、で、回復ドルキを欲しいなって感じの時はいいかも。エンハンスもできますし、まあ HP 自動回復はそこまで、大事じゃないかな、この編成ではって感じですね。回復力は主に足りていると思います。で、夏休み通る無効貫通枠です。クレーム耐性とかもありますよと。まあ、主にはダブルマーベルの方がいいとは思ってますけど。で、ニューガンダム。軽減ループですね。耐久値を上げたい場合にはいいかな。まあ、冬もありまして、2ウェイでの火力も出せると思います。で、続いてメリディスです。アグリゲート持ってないよって方はね、これルーレットループになりますので、この辺もありなんじゃないかなと思いますね。まあ火力も冬こそないですけど、2A プラスで結構火力はまあ出していける方ではあるかなって感じですかね。で、続いて白石蔵之介くんです。これもね、ルーレットループ枠ですね。5ターンでルーレットループしてくれて、操作時間はマーベルが上げてくれるので、まあ光大量に作ってくれますし、まあ、ルーレットループ枠でいいのがいないよって方はありかもね。スキブもね、これ6からの4ターンヘイストあるので、スキブ実質10として使うこともできるし、まあ、光コンボ強化の相性もいいし、悪くはないかなっていう印象です。で、千歳千里くんです。スキブは6で、16ターンの2ターン遅延進化スキルで、その後は、覚醒無効解除か。覚醒無効解除とエンハンスを打っていくような感じになっております。まあ、覚醒無効解除枠、回復ドロキョー枠って感じですかね。で、パティですね。HP もおりますよ。吸収無効対策しますよって感じです。まあ、ダブルマーベルを使うならもうそれで完結はしてるんですけど、HP 盛りたい時にはいいかも。チョッパーも覚醒無効解除と回復力エンハンス。で、あとまあ HP とかのね、下げられたりした時も 1.5 倍で上書きとかもできていいかなって感じですね。で、エンジェルストランペットです。これスキルが便利ですね。消せない状態、まあ実質これ上書き解除って感じで捉えれますし、無効貫通2ターン継続できます。これが4ターンで打てるので、まあかなりの短さでね、いろんなことができるかなと。光コンボ強化も相性いいし、十字でね、クレーム目覚めの対策もできるし、悪くはない性能だと思います。はい。初手は4ターン遅延変身で強いと思います。はい。で、続いてデートラです。デートラ無効貫通枠ですね。2ウェイでの相性もいいといった感じです。回復を光に変えちゃうので、まあ回復ドロップはどっかで供給が必要かなと。で、ウィングガンダムゼロ。まあなんかミズマーベルとか、あのダブルマーベルとすごく似たような感じ。これを分割したような感じですよね。ダブルマーベルって要は。無効貫通を主にやります。バトル6以降だったらダブル吸収無効やりますよって感じに性能になってます。冬持ちでもありますし、十字でクレーム目覚めの対策もできると。ドナー無効貫通枠ですね。回復力の上書きにも使えます。エンハンスもしながらの5ターンで2ターン継続する無効貫通です。無効貫通枠としては強いですね。で、カーンですね。スキブがいっぱいありますよと、スキブ8ありまして、7ターンで盤面変えながらの覚醒無効系の回復です。お邪魔作りますが、これもマーベルで変えるので、その辺の相性はいいんじゃないかなって感じですかね。で、今回ね、黒メダルで登場しているプロフェッサー X、X 名前読み方合ってるかな？クロスかな？10ではないよな。プロフェッサー X か？はい。ルーレットループワークですね。アグリゲートを使うんであればそれでいいんですけども、まあ今始めましたみたいな、最近始めてちょっとアグリゲートなんて持ってないよみたいな人はね、まあ黒メダルでね、今手に入るルーレットループワークなんでいいんじゃないかなとか思ったりもしましたね。雲と操作感も耐性できますし、全パラ上げてあげると意外とステータスもね、HP も1万超えて高いですね。L 字でアシストも高解除にも使える、従順も暗闇ザミ対策できるよみたいな感じになっているので、まあ悪くはないんじゃないかなみたいな感じですかね。はい。で、続いて、チョコボシですね。ファイナルファンタジーコラボ5連で引いた方もしかしたら出てるかもしれないんですけど、これ意外と強くて、4ターンヘイストの変身キャラで、操作枠は雲持ってて、回復ドロキョーと HP 持ってて、で、なおかつ7ターンで1ターンヘイストからの覚醒無効系の全回復なんですよね。性能としてはかなり強いかなといった感じになっておりますので、まあ、覚醒無効解除枠としては採用ありだと思います。で、ユリアスですね。これは遊戯王コラボでもし交換してたら持ってるかもしれないですけど、無効貫通枠にはなってくれますよ。冬持ちですよ。L 字でアシストも効果除もできますよって感じです。で、仮面ライダーギーツです。無効貫通枠になっております。どっかの
前回の仮面ライダーコラボかな。で、3ターンになったのかな、次にね。光コンボ強化もあって、まあ、火力は50億出ますので、まあ、副属性50億まで出るかな。まあ、出そうな気もしなくもないがって感じかな。光コンボ強化とか活かせば、50億いくかもしれないですね。はい。で、ローレンス、最近強化されて意外と良くなったんですけど、回復エルジもあるので、スキルは最大7にできたりとか、10強も4つ持ちにできます。光コンボ強化も相性いいですね。スキルがですね、5ターンで軽減と、あと、ダブル吸収無効と盤面対策できるので、スキルでの役割が結構いいかなと思った。意外と2枚とか入れてあげたらね、吸収無効対策としてはかなり強いんじゃないかなと思ったりもしました。で、デートナクロミ、1個前のコラボで来てました。無交換通枠ですね。冬も持ってますし、火力も高いと思います。50億も出るようになってますし、結構いいんじゃないでしょうか。で、続いて、ミンフィリア、これもね、最近登場したキャラクターですが、24ターン2ターンヘイスト変身で、変身後に関しては、L 字台システム高解除できたり、回復ドル強で回復力持ったり、HP もありますよ。3ターンで汎用性の高い回復力とか操作時間とかを上げてくれるようなスキルになってますので、そういうギミックが厄介なね、最近のチャレダン15とかでも、活躍がありそうかもねぐらいな感じですね。はい、続いてセブンがウルトラマンですね。ウルトラマンでこれはスキブ6でなおかつ4ターンで無効貫通できます。強化目覚めできますので、若干目覚めの浮気とかにも使えますね。まあ一応冬もちろん7強根だけで、まあ火力もそれなりに出るかなみたいな感じにはなっておりますので、無効貫通枠でいいのいなくてウルトラマンちょっと引いてて出たわみたいな感じの人はいいかもしれない。なんか2人いるなこいつ。はい、で今回採用しているラストオーダーですね。クロメダルキャラクターですね。電撃文庫。暗闇耐性、まあ、ここはちょっとダブルマーベルと被ってるんであれなんですけど、L 字もね、いっぱいあるんで、アシスト無効解除には強いのと、HP プラスありまして、一応操作感もね、ここはあるんですけど、今回はスキルプラスで採用してますが、スキル6ターンで回復力と全員エンハンスされますので、個別のデバフとかにも強いよと。で、覚醒無効とか解除できますよって感じです。で、セシルですね。セシルはジンプラス回復力とか操作時間延長枠って感じですね。まあ自動回復とかはそんなに強くないですし、刈り込む高くはないんですけども、まあ汎用性の高いスキルは持ってますよと。で、ホワイトベースです。これもね、チョッパーみたいな感じ。覚醒無効解除とか回復力エンハンスとかやりますよ。まあ新タイプエンハンスはまあ言ってマーベルが光属性 1.5 倍でやってくれるんで、まあいいかなみたいな。充実 L 字もあるのでアシスト無効クレーン目覚めにも強い。で、これはね、竜&剣、ちょっと武器になっちゃってるのであれなんですけど、竜&剣は吸収無効対策ですね。L 字もありまして、で、アシスト無効解除もできたりとかね、火力もしっかり出せるのでいいんじゃないでしょうかと。強化目覚めも若干目覚め対策としてはいいと思います。で、アグリゲート。まあ、これは持ってる方はぜひ採用って感じですね。回復ドル強を持ってて、ジム打ちながらのルーレット生成ですね。これが強いよと。この相性がめちゃめちゃいいですね。お邪魔とね、毒とかのジンも打ちますが、これ全部マーベルで光に変わりますから、まあ、アグリゲートはマーベルのために生まれてきたと言われても過言ではないといった感じですね。で、冬持ちでもあるので、火力も第3属性までしっかりカンスト狙えるようなキャラクターになっております。で、続いてレオナですね。大の大冒険です。スキブは最大6ですよ。暗闇と操作効果耐性も出て、回復ドル強を持ってて、覚醒無効系の回復です。回復力エンハンスもありますので、この辺もいいよねって感じですね。で、ウィッシュミーメルですね。変身2ターンヘイストで5色恋強化は活かせないと思いますが、回復ドロキョと L 字持ってて軽減ループとサブエンハンスループができますよと。結構いいですよね、このスキルの役割が。 L 字もアシスト無効解除に使ってあげれば強いと思いますし、意外とありかなと思ったりしました。で、デートナ君ですね。学園です。スキブ3つ1ターンヘイスト変身で、変身後は吸収無効と操作時間の対策です。まあ操作時間に関しては、まあマーベルがいるんでってみたいな感じですけど、まあ、10強4つ無効貫通は相性悪いかもしれないけど、まあ10強4つで火力もしっかり出していけるよって感じになってます。で、ビルヘルミナカルメルです。はい、これも電撃無効ですね。吸収無効対策ですね。 HP ももらえますし、まあ火力はそこまで期待できないですけど、一応7ターンでジンプラスダブル吸収無効って感じになってます。ジンの相性もね、これ光闇回復なんですけど、闇を光にマーベルが変えてくれるので、まあ光多めの盤面が確保しやすいんじゃないかなと。で、ラスト、雪村くん、テニスの王子様です。スキブ6からの2ターンヘイストなんで、実質スキブ8。で、2ウェイプラスもありますので、火力としてもね、2ウェイプラスもあるというか、まあ、7強打2ウェイプラスで火力も出していけるので、あと、副属性持ちなので、上限3倍解放とかもできますよと。で、進化後のスキルは、8ターンで打てる1ターン遅延からの吸収無効で、遅延が刺さるようなダンジョンでは活躍が結構あるかもしれないですね。はい。以上です。ということで、まあ、こんだけ紹介してみましたが、最初にも言ったように、他にもね、結構いいキャラクターとか意外といるかなと思いますので、よければね、もし何かこういうキャラクターがいるよっていうのがいたら、よければコメント欄で教えてください。意外とマーベルコラボの中に潜んでるんじゃないかな、光属性で結構相性のいいようなキャラクターとかが、って思ったりはするんですけどね。はい。あ、この辺は入れてもよかったかもしれないですね。ザ・マイティソー。これ無交換通学になれるので、
これもありですね。この辺とかもいいし、まあ、ソーに関してもダブル吸収無効いっぱいやりますよって感じで、まあ、まあまあです。まあ、これもいいですね、ウルトロン。これもちょっと入れとこうか。ちょっとマーベルコラムの最新キャラクターが逆に抜けてるね。うん、これも無効貫通でね、4ターンでやりますから、冬持ちにもできるので、火力としても高いですね。副属性とか光にで変えたらめっちゃ火力高いと思います。まあ、そんなもんですかね。はい。って感じでございました。はい。まあ、これも悪くはないですけど。はい、ということでね、少しもね、キャプテンマーベルの編成組む上で参考になれば幸いです。少しも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。